何の取り柄もない男モブオ。そんなモブオの前に現れた女の子の正体は死亡フラグ。モブオは死亡フラグを回避することができるのか。全力回避フラグちゃん。よっしゃー、宝くじ10億円当たった。少し取り乱してしまったな。まずは何をすりゃいいんだ。とりあえず換金に行かなきゃな。確か高額当選は売り場じゃなくて銀行なんだっけ。でもって税金はかからないと。やばい、一周回って冷静になってる自分がいる。当選金は銀行振込か後日の受け渡しになりますが。あ、じゃあ振込でお願いします。かしこまりました。説明は以上になりますが、何かご不明な点はございますか。あ、大丈夫です。承知しました。この度はご当選おめでとうございました。これで俺も億万長者の仲間入り。これで心身ともに削られる過重労働とも一向に終わらない奨学金返済ともおさらば。それどころか毎日贅沢三昧の夢見放題。勝ちました。え、ちょっと待ってくれ。俺はまだ何もしてないぞ。当たった10億だって口座の中だ。お金持ちは無条件で死亡フラグが立つのです。な、理不尽な。ボディーガードを雇う。金持ちは危険がいっぱいということは。よし、ボディーガードを雇おう。いわゆる身辺警護というやつですね、モブオさん。ああ、こういう時は一人でいるのが一番いけないんだ。俺の前世の記憶がそう言っている。一人だなんて、この私がいるじゃありませんか。フラグちゃんは死亡フラグだよね。俺を殺そうとしてる存在だよね。まあそうなんですけどね、デーペロ。いや、とにかくボディーガードのチームを雇おう。チームですか。少人数じゃ10億を守るには心もとない。ボディーガードを雇うって、検索って、なんだって。1日100万だって、高すぎるだろう。3年ぐらいで干上がっちゃいますね。そもそもワンルームのアパートにボディーガードっておかしくないですか。確かに。金の亡者たちから逃げる。ボディーガードはなしだな。まずはセキュリティ万全のマイホームを買うか。あ、電話だ。もしもし。もしもし、モブワさんのお電話でしょうか。ああ、はい、そうですが、あの、私 NPO 法人愛と平和団体のものでして、モブワさんの持っている10億円をぜひ団体に寄付。なんで俺が10億当てたってバレてるんだ。さあ、なぜでしょう。まさかフラグちゃんが。私はずっと一緒にいたじゃないですか。モブワさんが周りに言いふらしたんじゃないですか。そんなわけあるか。両親と親戚と友達ぐらいにしか知らせてないぞ。十分ですよ、うかつすぎますよ。くそ、今度は何なんだ。くんちゅー、アマゾンからの配達です。なんだ、ただの配達か。あれ、でもなんか頼んでたっけ。おい、開けろ。おとなしく金を出せば命だけは助けてやる。おい、聞いてんのか。最近の配達員は乱暴なんですね。どう見ても配達員じゃないだろう。あれは金目当てのお尻強盗だ。なるほど、なりすましってやつですね。 HK の方がよくやる手口だと聞きました。お前、いい加減怒られるぞ。それでどうするんですか。ダメだ、もうこの家にはいられない。お、脱走劇が始まるんですね。頑張ってください、モブオさん。他人事だと思って。一回でよかった。いたぞ、こっちで。金よこせ。待つんだ、生き別れの弟よ。私、あなたのことがずっと好きだったの。まずい、まずい、まずい、まずい。とにかく警察に連絡を。あっ、待ち、この人殺し。お前が言うな。つうか誰も殺してねえし。モブオさん、すっかり疑心暗鬼に。ようやく巻いたか、クソ下民どもめ。おい。はい。お前は後ろを警戒しろ。私の役目はモブオさんの死亡フラグを回収することで。うるせえ、やれ。はい。やばいよ、人が変わっちゃったよ。世の中の真理を悟る。あれから数年、モブオさんはどこに行ってしまったのでしょう。あれは、モブオさん、なんでホームレスになってるんですか。その声はフラグちゃんか。久しぶりだな。死亡フラグどころか思想が出てますよ。10億円はどうしたんですか。10億、そういや、まだ口座に入ったままだな。なんで。俺は気づいちまったんだ。金があるから争いが起きる。金があるから人は醜くなる。俺はもう何も望まないことにしたんだ、モブオさん。ああ、でも最後に一個だけ願いがあるとすりゃ、あったけえおにぎりが食いてえな。死亡フラグ、それ特大の死亡フラグですから。ああ、眠れないで、モブオさん、モブオさん。
結論、宝くじが当たっても幸せになれるとは限らない。面白いと思った人はチャンネル登録と高評価をお願いします。どうしようかな。立ちました。ごめんするよ。ごめんってフラグちゃん。待て。